速記速記、速記、英語、ショートハンドとは、速記文字や、速記符号と呼ばれる特殊な記号を用いて、言葉を簡単な符号にして、人の発言などを書き記す方法を言う。主に機関や、法廷の発言を記録する分野や出版、ジャーナリズムなどで利用されている。この技術の知識体系を、速記法、技術を運用する方法を、速記術。 実際に運用するものを即記者という。また、社団法人日本即記協会では、文科省認定即記技能検定試験1級に合格し、申請したものを即記士に登録している。その期限に関しては、定説が成立していないが、古代ローマ以前に遡ることができるとされ、紀元前400年代の古代イギリシアの碑文に即記が発見されている。記録として、 はっきりしている有名なものとしては、紀元前63年のキケロによるカティリナ弾劾演説の記録である。キケロの奴隷であったマルクス・プリウス・ティロが記したものとされ、と称される。当時の即帰者には、ティロのような知的奴隷が当てられていた。ティベリウス帝は満足な即帰ができなかった、即帰官の指を切り落としたという記録がある。また、ローマ法の中には、 速記を禁止された演説を速記した者は右手を切り落とすという刑罰が定められていた。しかし当時の者は体系化されておらず、学習に大きな困難を伴うため、次第に彗星となった。その後、理論的体系的に捉えるようになり、時項以下で紹介する各国において、それぞれの言語で考案、改良されて、現在に至っている。 不を手で書くペンショートハンドのみが長らく行われてきたが、速記専用タイプライターが開発され、それを用いた機械式も普及していく。近年はコンピュータを用いての電子機械速記法が行えるようになり、リアルタイム字幕放送などに使用されている。発言の蓄語記録を作成する用途を担ってきたが、リアルタイム翻訳により、聴覚障害者等を含めて、 コミュニケーション手段としての機能を持つに至っている。1175年のジョンの記号まで遡ると言われるが、近代速記としての速記理論を提案したのは、ジョン・ウィリスである。1602年、速記術、アート・オブ・ステノグラフィーを出版し、ステノグラフィー、速記という造語を行い、戦場速記の使用や、標本的な筆記法、母音表記のためのポジショニング等を提唱し、 近代速記の父と呼ばれている。このウィリス式を発展させ、シェルトン式、1626年ヤガーニー式、1750年、テイラー式等が考案されていった。そして1837年に登場したのがである。ピットマン式は、テイラー式を学んだアイザック・ピットマンがより高速で速記ができ、学習性に優れた速記法として考案したものである。 一方、アイルランドでは、ガ・テイラー式、ピットマン式、そして、仏読の速記法を学び、イギリスで主流であった、声援機化派とドイツの総書派を融合させ、さらに、フランスのサイン符号も取り入れたを1888年に、考案した。ピットマン式、クレック式は今日でも英語圏で使用される主要な、速記の地位を占めている。ドイツの速記の特徴は、 創書派と称される筆先の動きを即記に適した符号に変換した方式であった。初めて即記理論を完成させたのは1834年のでありと称される。この方法は北欧諸言語をはじめイタリア語、東欧諸語、ロシア語のサカロフ式ジェスに影響を与え、さらにイギリスにも影響を与え、老式を生み出している。ガベルスベルガ式は その後改良が進み、デクと呼ばれる方式となり、現代に受け継がれている。1633年にが発表したものが、フランス語での始まりとされるが、現代につながる系統としての起源は1778年にが発表したクローン式と言われている。現在では、エーメパリ式、ドロネ式が使用されている。1896年に、蔡釈王が発表した、 電音開示は中国語での始まりとされる。これは発言の畜語記録に主眼を置いたものでなく、表意文字である漢字の学習困難による文網一層を目的にしたものである。アメリカに渡り、速記法を目の当たりにした、蔡釈王は、ピットマン系のグラハム式を参考に、基礎符号を定め、北京語の音説を標本的に表す方法を、確立した。 しかしこれはあくまでも知識人個人としての提案に過ぎなかった。ところが、新国政府が国会を開設するにあたり、その議事記録方法として注目されることで、本格的な中国即記史が始まる。新国政府は、蔡釈王の次男である蔡明を召喚して、即記法を考案させた。1910年には、市政院に中国即記学道を開設し、 約200名を対象に即帰官要請が開始された。1911年からは二人一組で30分即帰作業を行う形態が、市政院の議事録で採用された。ピットマン式の影響があり、1935年頃まで主流を占めたが、その後、グレック式の影響を受けた即帰法が登場。さらに、中華人民共和国成立後は、ソ連のサカロフ式の影響が入り、 車線派が登場した。その講師が1952年に顔定庁が発表した人民即帰法案である。それ以降、声援機関派、反送書派、送書派は入り乱れ様々な即帰が用いられている。日本においてこの概念が登場したのは、江戸時代で1862年に出版された、英和大約集賃辞書にショートハンドの訳語として、こう。 簡略にする処方と、ステノグラフィーの訳語として、早書、清鶴る術と紹介されていた。1868年の、図補西洋事情、黒田幸次郎には、出書術は、近代の発明なりと紹介されている。西洋文明を積極的に導入した、明治新期、西洋の速記を日本語に導入する試みが数多く、行われた。 1875年には、松島剛や畠山義成が日本語速記法の整備に着手した。そして1881年に、明治23年を、岸手国会を開設する旨の招職が発表された。ことで、国会議事録記録の必要から多くの人々が速記法を考案していった。1882年9月16日、田草綱則が、時事新報に、 グラハム式を参考にした日本傍聴記録法として発表し、10月28日、日本傍聴筆記法講習会を開設し、託さり式速記の指導を開始した。日本においては、象徴的にこの日をもって日本速記の始まりとしており、同日を公益社団法人日本速記協会が速記の日と定めた。ここで要請された即記間は、 若林蔵や堺井正の名が残っている。即記官は、説法や正談、演説などを即記する練習を繰り返し、また講談や落語を即記するなど、政治や文化の担い手として活躍した。そして1890年、帝国議会が開設され、議会即記が必要とされる時代を迎えた。この時、一任されたのが若林蔵である。帝国議会の貴族員。 衆議院が議事の進行等について定めた貴族院規則。衆議院規則には議事即記録派即記法に入り議事を記載すとの規定が置かれ、議会開設直後の第一議会からの発言が即記記録されることになった。議会開設前後に整備され、また黒岩大や清沢四十らによって発展した日本即記であるが、すべて託さり式を基礎にしていた。 その中、東京高等商業に招聘されていた、イギリス人教師エドワード・ガンレットが、ピットマン式を発展させて、ガントレット式と呼ばれる、日本語速記法を考案した。タクサリ式に比べ書きやすく、また、日本語の発音体系を反映した方式であり、この方式を学んだ、森上富夫は1909年に、衆議院速記者に採用され、タクサリ式系一式だった。 議会即帰に新風を送り込んでいる。その他、基礎符号を単線にした武田式や、それをさらに発展させた中根式、さらにその中根式を発展させた石村式が登場している。導入期はイギリスの政務機関派を中心にされたが、対象になるとドイツの総書派を参考にした方法が誕生した。毛利公判はドイツ留学中に目にした。 オーストリアのファウルマン式式をを参考に、モーリ式を表している。また、従来は民間要請を基本としていた帝国議会の即帰官であるが、この頃には報道など民間における即帰への需要の高まりがあり、即帰官確保が困難になってきた。そこで政府は1918年に即帰練習生を募集し内部要請する方針に転換した。ここでは、 現場の即帰間からのアイデアが集積され、1942年には衆議院式標準符号が定められるに至った。一方で宮崎県議会は100年以上にわたり行われてきた即帰による審議記録を2017年度をもって廃止した。理由は録音機の発達のため。1909年に牧女妃が朝鮮即帰法を発表したことが朝鮮語での 始まりであるが、しかしこの方法は、アメリカ在住の朝鮮人を対象にしていたため、普及しなかった。朝鮮での速記法は1925年に、片翼館、李研賞が共同で発表した朝鮮語速記法だと言われているが、1934年に出版された、日本速記50年2920年6月に、朝鮮語速記法を創始したという報道が、アットの記載があり、 それが朝鮮語速記法を表しているのか、それともそれ以前に他の速記法が考案されていたのか、現在でも定説はない。朝鮮半島では独立後に多くの速記法が考案されて、現在に至っている。1833年にブレボ式を応用して考案されたもので、学府で一般的に用いられる五千譜に代わって九千譜を用いている。 日本の速記方式は、かな50音に対応する基礎符号の設計理論により、以下のように分類することができる。日本語は、方式の際を問わず、多くの場合は、以下の符号によって構成される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。